ファイナルフォームは日本の競走馬である。馬名の由来は最終形態から。主な勝ち鞍は2012年のラジオ日経賞。2012年3月17日、3歳未勝利でデビュー。初出走で経験馬相手に勝利を収める。3歳500万条件で最速の上がりを使うも、届かず2着。次走も3歳馬ながら開催ナンバーワンの上がりを使うも届かず3着と敗れた後、東京の3歳上500万条件に出走。このレースでは優勝。なお、このレースの最後の直線で外に斜行し、ランパスインベガスの進路を塞ぎ走行を妨害した。審議となり、ランパスインベガスを管理する小島茂之からも申し立てが行われたが、致命的な不利ではなかったとして、結果は変わらず確定している。ただし、鞍上の内田博之については、明らかな過失が認められるとして2日間の騎乗停止処分が下っている。その後ラジオ日経賞に出走し、2着ヤマニンファラオに2馬身差をつけ、優勝、重賞初勝利を果たした。この後休養に入って秋初戦となった、富士ステークスは追い込むもクラレントに届かず2着に敗れた。マイルチャンピオンシップでは3番人気に支持されたが、直線で大きな不利を受け12着。阪神カップは最後伸びきれず3着に敗れた。2013年は4月のマイラーズカップから指導し9着。安田記念は賞金不足で除外となり、目標をエプソムカップへ変更、5着に敗れた。その後は出走せず、2014年10月1日付で競走馬登録を抹消された。引退後は、百瀬ライディングファームで、乗馬となる。母のファイナルデスティネーションは、ニュージーランド1000ギニー、ベイアークラシックの勝ち馬である。ありがとうございます。